大きいブラシでバーッと磨いちゃえば意外と効率よく磨けて、そんなに時間もかかんないんですね。でこの数字がですね5460って書いてあるんですけど、意味深ですね。これ何かというとですね、5460本の毛がついてるんですよこれに。もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。今日はオールオンインプラントになった時の歯ブラシの方法についてということでやっていきたいと思います。はいはい、歯がねボロボロになってしまった方の救世主としてオールオンインプラントっていう治療は本当にいい治療ではあるんですが、はい、あんな入れ歯みたいなの入ったらね、どうやって歯ブラシするの、本当に磨けんのって心配な方すっごいたくさんいると思うんです、はい、でもねそんなに大変じゃないんですよね。そうなんです。今日はその歯ブラシを使う道具をこの2人が持ってきてくれてますので、はいはい、ぜひね紹介していきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するチャンネルです。ここでしか聞けない情報を惜しみなく発信していきますので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきましょう。オールオンインプラントの場合はそもそもどんな補鉄装置なんでしたっけ。こう入ってくる歯の部分が歯だけじゃなくてお肉の部分も作ってくるのがオールオンインプラントなんですね。あ、なるほどなるほど。ということは単純に考えて、歯だけしかない普通のインプラントと比べると磨く面積っていうのはお肉の分だけ多く。あ、なるほどなるほど。そうするとちょっと大変なイメージもあるんですけど、実際面積が多いのでその分は大変かなと思いますね、でも過去の動画ではこれ磨く箇所がすごい少ないんじゃないかみたいなお話をしたんですけど、これっていうのは大ちゃん先生どういうことなんでしょうか。これご自身の歯とこう比較していただきたいんですけど、自分の歯ってこう並んでいっぱい生えてるじゃないですか、でその一本一本の周りもお掃除して、歯と歯の間もお掃除してってなると、いろんな器具を使ってお掃除する部分も多いんですけど、あ、なるほどなるほど。オールオンインプラントっていうのは一つなぎのものが入ってるので、その一つなぎのものの周りだけでいいんですよ。ああ、そうなんですね、実はインプラントも歯もこれ同じなんですけど、体の中から外に向かって生えてるんですよ、でそれが交通してるのでその境目のところを磨かなきゃいけないんですよ、でそここそが一番難しくて、そこが歯周病になったりインプラント周囲炎になったりするんですね、そうですね。でそこに関してお話をすると、オールオンインプラントに関しては4箇所しかないんですよ。そうなんです。ご自身の歯だったら14箇所、上下で28箇所あるのに上下でやってもなんと8箇所ぐらいしかないんですよね、ですのでそこに関してはクリティカルなところ、病気になるかもしれないよ、もうここ磨き残してたらやばいよっていうところが8箇所しかないので、それに関してはすごく磨く箇所が少ない。そうなんです。でも面積自体はすごい広いので、そこはケアしなきゃいけないよってことなんです、しかしながらですよ皆さん、一本一本が隣り合ってて、その境目があるご自身の歯とか普通のインプラントの処置と違って、ね、これ一つなぎになってるので、大きいブラシでバーッと磨いちゃえば意外と効率よく磨けて、そんなに時間もかかんないですね。歯と歯の間に挟まるとかそういうこともないですもんね。ないですね、ないですね。じゃあ実際に何を使って磨くかっていうところですよね、まあ、まずは一番気になるのはインプラントの周りですかね、4箇所インプラントが入ると思うんですけど、2人にどんなもの使ったりするんですか。インプラントの周りはこれで磨きます。おお、ちょっと開けてみましょうか。じゃーん、こんな感じですね。あ、でも結構先が細いですね。そうなんですよね、商品名はインプロ S というものなんですが、ワンタフトブラシというものになっていて、ワンタフトってどういう意味ですか。ワンタフトっていうのは、通常の歯ブラシよりも小さいサイズの歯ブラシのことを、総称してワンタフトっていうんですけど、特にこれは先端がフラットになってて、すごい極細の柔らかい毛が密集してる、歯茎にダメージが少ない設計になってるんですね。なるほどなるほど。でインプラントの周りとか歯茎がちょっと弱かったりする時もあるので、そういったところに適してる歯ブラシになります。なるほどなるほど。オールオンインプラントの場合はご自身の歯や普通のインプラントの場合と比較して比較的小さいものを使うっていうのが一つポイントということですね、これでインプラントの周りをきれいにしましょうってことですね、そうは言ってもこんなちっちゃい歯ブラシでたくさん大きいとこですね、歯も磨いて、ね、歯茎も磨いてって結構大変じゃないですか、効率悪いですね。効率悪いですね。そういったところは大ちゃん先生どうやってやっていくんでしょうか。はい、待ってました。でかいやつです。でかいやつですね、大ちゃん先生だけにね、でかいやつです。でかいやつですね、でこのパッケージがすごい特徴的なんですけど、クラプロックスっていうちょっと難しいね、こう単語が書いてます。でこの数字がですね5460って書いてあるんですけど、意味深ですね。これ何かというとですね5460本の毛がついてるんですよこれに。えー、
なかなかですね、それは。普通の歯ブラシとか数百本だもんね。そうなんです。で、1000本超えるとかなり多いって言われてるんですけど、5000本超えてるって、普通の歯ブラシの何倍だよって感じだよね。そうなんです。しかもすごい分かりやすいのがこの色ですよね。もちろん色の違いもありますよ。黄色かったり、はい、紫色だったり、いろんなバリエーションがあるんで、お好みのものを選んでいただければと思うんですが、こう見ていただくと分かるように、すごい大きいですよね、この毛の部分が。超見たいです、ちょっと見たいです。はい、すっごい柔らかいです。すごいこう柔らかいんですね、この毛が。もちろんその5460本あるので、一本一本がすごい細かくて、なので大きいので、あのオールオンインプラントのその上物の歯茎の部分、歯の部分をゴシゴシ磨ける効率で、ちょっと力入れちゃってもそのかぶせ物とかが傷つかないぐらいしっかり柔らかいっていうのが特徴ですね。おお、素晴らしいですね。はい、オールオンインプラントに関しては、歯茎の周り、要はインプラントが4本とか大体入ってると思うんですけど、はい、その周りに関してはちっちゃいやつだったり、はい、でそれ以外のところはまあそんなに傷つかないですもんね。そうです、比較してるとこんな感じですよ。はい、本当に全然違います。はい、大きい、だいぶ違うね。じゃあ普通の歯ブラシはむしろ使わないんですね。そうですね、普通の歯ブラシと比較するとこの2つってめちゃくちゃ柔らかいんですよ。はい、インプラントの周りってご自身の歯と比較すると少し繊細なところがあるので、はい、普通の歯ブラシでガシガシやるとちょっと弱いところもあると思うんですよね。うん、ですのでこういったご自身の歯ブラシに関してはこれ専用のものを常に持って歩いた方がいいかなと思います。うん、はい、で複雑なここの歯を残してこっちは矯正をやってここはブリッジでこっちはインプラントでなんてやってると、うん、いろいろな器具を使わなきゃいけないよね。そうなんです、ね、歯ブラシセットとか持ってる人もいるぐらいだもん、ね、そうなんです。介護の現場とかに行くと結構きついんですよね。いろいろな補鉄装置、要はブリッジが入ったり入れ歯が入ったりインプラントが入ったりとかってすると、やっぱり口腔ケアする衛生士さんでも戸惑うところもあるし、ね、家族の方が、ね、ケアしてるとかってなったら、これは口の中に手入れるだけだって嫌なんだもん。かなり複雑な形になってきてしまうので、そういった意味で言うと、まあ、複雑な治療されるよりは管理しやすいっていうのもオールオンインプラント治療の特徴でもあるのかなというふうに思います。はい、質問です。おー、はい、歯ブラシはどれくらいの期間で変えたらいいですか？はい、歯ブラシの変える頻度なんですけど、大ちゃん先生どういったところでしょうか？これはですね、皆さん分かりやすいのは、うん、この歯ブラシを、まあ、背の方にしていただいて、うん、でこれ今見えないじゃないですか、この赤いブラシ。そうですね、まっすぐ毛が生えてますから見えないですね。はい、これが使いすぎるとこの毛が開いてくるので、うん、あ、はいはい、この後ろ側から毛がもう見えてきたら交換のタイミングと思っていただいて、これも一般的な歯ブラシもそうです。なので、まあ、目安によって毛の細さだったり柔らかさによってそのタイミングが変わってくると思うんですけど、大体まあ1ヶ月から2ヶ月ぐらいに1本交換かなと、衛生的にもっていう感じですね。そうですね、歯ブラシをする時もこうやってまっすぐやってね、まっすぐ生えてたらちゃんと当たるわけなんですけど、横向いてたらどうでしょう、当たらないので、はい、この5400本も2700本ぐらいになってるかもしれないです。そうですね、そしたら普通の歯ブラシより多いですからね。それでも多いか、それでも多いか、でもまあちょっと半分ぐらいになってしまいますので、はい、なので、ね、効率を良くしてくるっていうためには絶対これベストコンディションで使うのがいいと思いますので、いいます、まあ、何ヶ月っていうのは逆にないかもしれない。そうですね、まあ、その人の圧力とかにもよってくると思います。見て、あ、これ変えなきゃな、はい、でそれが1日とか2日で開いてくるようだったらちょっと強すぎるかもしれないですね。はい、そこは気をつけていきましょう。はい、はい、もう一個はどっちを先に使うのか、順番的に。あ、これどっちを使うかっていうところなんですけどね、これもう卵が先か鶏が先かみたいなところで、こ今健康な方も見てくださってると思うんですね。うん、その人たちもデンタルフロスを先にするのか歯ブラシか。あ、そうですね、大ちゃん先生どっち？もう私はフロスから先にやりますね。私もフロスからです。あ、俺もフロスからだ。みんな同じか。じゃあちっちゃい方からやるのかな。はい、なんか細かいところを書き出してから大きいので取った方が効率がいいっていう話をなんか誰かがしてたよね。いや、なんか私学生時代の時は逆で大きいのこれやって最後に細かいところを仕上げてて、これはどういうマインドでやってたかっていうと、まあ大きいものからやってった方がたくさん大きいの取れるから、まあいいんじゃねえのかなみたいな、そんな感じでやってましたけどね。なんかその細かいところを取ったやつが飛び散るみたいな話を途中で聞いて、今はこうしっかりとあの細かいところをやってから、で忙しい時はそこで終了しちゃう時もあるんですけど、あのそれで歯ブラシをするっていうところが多いかな。そうですね、それを翻ってオールオンインプラントの、ね、うん、補鉄装置について考えるとこっちかな。そうですね、まあ、基本的にはこっちってあんまり、うん、例えばこう薬効成分のあるものってつけずにお掃除したりするので、うん、フロスもそうなんですけど、うん、なんで細かいところよく守りたいインプラント周囲の部分をまずきれいにしてあげて、あるいはその後に大きなもので薬効成分のあるもの、歯茎をこう元気にするようなお薬を使って磨いた方がそこに浸透はしやすいですね。なるほど、はい、
はい、いかがだったでしょうか。オールオンインプラント治療に関してどんな歯ブラシしたらいいのっていうところなんですけど、はい、意外と効率よくいけるんです。でしかもそんなに多くの道具を使わなくてもできるよ、はい、といったことは理解できたんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか、はい、本当にそうなの、他にこんなもん使えないの、そういったことがあればぜひコメント欄に質問をいただければと思います。誠心誠意答えていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう、さよなら。